はい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 、はい、まあ、あの随分昔からやってる、はい、そうですね、まあ、強い普通に普通というか、まあ、すごく強いフォックス機械なんですけど、はい、そうですね、ソフトはね、いや、まあ、本当に今週末までそんなに強くというか、あんまり強くはないプレイヤーだと思われてるんですけど、あの、まあ、私が聞いたことは、あの、つまりソフトは崖町、はい、でハックスとアイス倒したということですね。え、これはもう試合ですかね。もう試合ですね、はい、始まりました、はい、始まりました、コロボルフォックス VS SS ソフトプリンプリン、はい、さあ、おっと早速、おっと、ゼクスパイ、そうですね、はい、これはハタクで復帰、ブラスター、ブラスターでまずダメージを貯めていくことが、まあ、重要になっていくんですけども、さあ、そろそろバーストできるんですね。そうですね、上スマバーストパーセントちゃんと記憶してるでしょうか。か、上投げから、はい、空上、そうですね、お、あ、これはもう上投げテイルで死ぬパーセントになってますね。これはおっと、打ち投げ、これ復帰阻止はなるか、おっと、うまく復帰が上手い、はい、空中回避で復帰結構強いです、意外と。さあ、これはまた、あ、おっと、これは空中回避かられた、これは死ぬんですね。おっと、しかし、ファイアホックスチリチリが強いあの、ウェビー溜めてる時の、あの、チリチリ燃えてるやつって英語でなっています。あー、まあ普通にファイアとかファイアーズか、そうっすか、あ、日本語ではなんか日本のデラックス界隈であれチリチリ言ってます。はい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 、はい、さあ下投げ、もうそろそろ上投げテールが繋がらないので下投げ、ウォート下投げを上様でやったか、いろいろ、そうですね、はい、低いですね、まあ解説がちょっと追いつかないのがこのゲームの早いゲームの特徴ですね、ほんとで、これからソフトは崖に崖で、あー、いい感じのテールが刺さり、ストックはイーブン、賢い攻め方ですね、今、そうですね、あ、乙女投げ、そしてデムル、しっかり低く変更して一応上スマッシュかオフ中円からの空中シュート、おっと、繋がらない、繋がれば、ね、そうですね、繋がれば上スマ単発よりはリターンは高いんですけど、そうですね、はい、あー、今のチップでしたか、そうですかね、かしゃがみでした、乙女ダッシュ、お、着地に上スマ、いい感じで、いい感じで、そうですね、並んでますね、さあ、セーフ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 出しダンス、上投げ、上投げ、はいはい、ちょっと端っこしてきましたね、そうですね、さすがに、おっと、ダッシュ、その場回避、その場回避で、リフ、リフ、さあ、しっかりしゃがんで、おっと、緊張のあまり、ジャンプが押せないか、そうですね、おっと、ガード、危ない、危ないところだったね、はい、これから、おっと、後ろ投げ、後ろ投げ、おっと、いい、ジャンプを勝ってる、後ろ、後ろ、さあ、これでプレー復帰。今度は絶対に取らない、そう、しかし、これは、おっと、着地している、おっと、ジャンプ復活、後ろで投げ、さあ、コートの復帰、後ろから、後ろ、これはもうジャンプないのではないですか、これはないんですね、おっと、復活、さあ、なかなかプリンの復帰としては難しい、ああ、おっと、いい感じ、上投げ、おっと、おっと、まださすがに、いや、つながるとは思うんですけど、まだ知らないパーセントですね、確か 10% で投げて初めて死ぬのが確定するぐらいだと思います。なるほど、これからはコルボロは本当に、あ、注意しないとね、おっと、危ない、そうですね、とりあえずこのストックを奪っていかないと勝ち目がない。アプリもラスト打って、もうこれ以上溜まってもね、怖くないんで、どっちにしろ、あ、おっと、これはミスト、これは痛い、これは確実、さすがに撃墜ですね、ちょっとコルボロ側にはちょっとミスが多いような気がしましたね。最初はね、絶対勝ち、ちょっと勝ちそうでしたけどね、はい、いや、本当にあの、多分ソフトの火力とか、まあ、殺し方をちょっと尊敬してきたのかな。あ、リスペクトですね、はい、リスペクト、リスペクト。さあ、2試合目は終点、まあ、でかいステージで台座がなくて、そうですね、あの、まあ、その、あの、欲受け身見て、あの、その眠りができないんですからね、はい、ここは。このステージは特にフォックスのブラスターとかも避けづらくて、おーっとと言ってる間に上投げ眠る、これは撃墜になると思います、はい、まあ、完全にイーブン、しかし最後の1足になると、1足同士になってもやっぱりプリンは眠るがあるので、そうですね、とりあえずこうやって両者1足ずつ減らしていって試合の最後に近づいていくのはやっぱプリン側にとっては狙い目ですね。ブラスターでダメージ溜めていきつつ時々差し込む、そうですね、差し込みの時は、はいはい、やっぱり、まあ、後ろ蹴りと、はい、まあ、その後掴みが注意しないと、ね、はい、そうですね、本当に死ぬ可能性があるんですよ、はい、おっと、うまくずらす、いいヒットストップずらし、
ラスター打って、おあ、はい、ダッシュしない、おっと、またウエスマン、貪欲にウエスマンを狙っていく、さあ、このストックを、ストックリードを維持したい、そうですね、おっと、おっと、おお、おお、いい感じで溜めてみます、上投げテール、まだ死んだ、死んだぞ、早いぞ、死んだしたんじゃないかと思いまして、死んだんですね、死にましたね、いい感じでずれたとは思ったんですが、おっと、おっと、おっと、そこだとか、いい変更、いい変更、前投げ、さあ、ここでホックス側が考えることは、とりあえず相手に眠るされてもいいので、とりあえず眠るされたら、ウエストまで殺せるパーセントまで貯めていくことですね、そうですね、なので、まあ、あと、まあ、20% あれば十分ですね。あ、もうこれでもう眠るが使えなくなった、そうです、ね、これはかなり痛い、おっと、いい感じで反応したナイスリアクション、ナイスリアクション、テイル、おっと、いいずらし、そうですね、しかしここは本当に痛い、おっと、このカードの二足差は絶望的、さあもうジャックウエスマン、ウエスマンさあこすってくる、プリン側は横回避とか空中回避よくやってるんですけど、おっと、はたくヒット、おっと、空中しろ、さあまだまだある、これ眠り疲れるのは本当にきついです ね、きついですね、即死するのちょっと後投げからやらないと難しいんですけど、そうですね、ホークス側はもう崖橋に付き合う理由はないので、おっと崖鉄ミス、崖鉄をミスしてしまう、まあ、2試合目を制したのはコルボルフォックス、コルボルフォックスでこれ敗者側ですから、ね、はい、もう負けられません、もうこれはもうベストオブ3です、ベストオブ3なのかな、その辺ちょっと後で確認したいですね、はい、その後の試合も、はい、まあ、これ終わったらすぐ分かるんですけど、そうですね、はい、はい、まあ、これ、まあ、まあ、とりあえず大きいステージで ここは、まあ、簡単には死なないプリンですけど、はい、まあ、その逆にあのフォックスが、はい、まあ、ブラスターマッチスタイル、そういうのを使い としたら逃げやすいところですね、そうですね、逃げながらブラスターが本当に打ちやすいステージなので、プリン側としては、まあ、死ににくい、うおっと、いい読み合い、しかし打ち合いはずれる面白いカードですね、おっと、よくよ、ゼク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 、そうか、あまりブラスター打たない、打たないですね、やっぱり、おまだ死なない、死なないね、はい、上投げテールで死にやすいのはやっぱり上投げの分初めから高いところに飛んでいるからですね、ですよね、地上でやっぱりテール2段目当ててもそこまで上スマほどは殺傷力ないですね、バーストパーセントの差は大体 20% くらいですかね、そうですね、おっと、これはダブスター起き上がるポイント、全部失敗、ジャックを もうちょっと早く出したら、ね、そうですね、はい、さあプリンガーあとは上スマッシュで殺されるがか、あ、うかつに出すことはできない、おっと、おっと、しかし 裏当てになる、さあ本当に裏、おっと、これはおっと、お前だけ復活になるか、おっと、そ、空中回復機が生えますね、はい、そうですね、おっと、横スマムッパをミッドとがめられる、ちゃんとコルボルはこれからダメージを食べていけば、あー、いいですが復帰が、おっとできますかね、おっと、いい感じでゼックヨクスマ変更が、ま、いい変更でしたね、しかし復帰阻止、ジャンプがなかったのかな、まあプリヨコスマ強いんですからね、そうですね、全キャラ中でもかなり強い部類のヨコスマしたと思います、うん、こんな変な足からどんだけこんな威力が出てるのか分かんない、そうですね、本当にね、そうですね、キャラ見てるの、そうですね、本当にもうこれは眠る使いませんね、ダイザの使い方うまいですね、まあ、使ってもいい、コルボル、はい、こう、はい、ダイザで走ってあのか賢く差し込むのが、そうそう、おーとジャックウエスマ、ジャックウエスマ、これはちょっと安全になってきたんですね、はい、眠らせても、まあまあいいね、まだまだアドバンテージな、はい、ただここでのフォックスで考えることはやはり上、おーと、おっと、あーと、あー、これ失敗、でもまあ、あれ痛い、あ、横スマ、プリン側はあのウエスマ一発で死なない%になる前に眠るとかで殺したいところです、おっと、これはいい、しかし失敗、ジャンプを踏まえてかる、おっと、ちょっと空中ジャンプが余計だったか、空中シロリット、そろそろ痛いんですね、そうですね、そろそろウエスマ死んで殺される%になるので眠るが使えなくなってしまう、使ってもいいんですよ、後ろ蹴る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 、ジャックウエスマ、ジャックウエスマ、ボルボル強い、あ、おーおー、あんた、すごい強いだ、マシタファイヤーからのジャックウエスマ、
これは引っかかっちゃいますね。まあ、最初はミスなのかどうか知らんですけど、まあ、絶対ミスだと思いますけどね。そうそうそう、はい、でもやっぱり、ね、こういう緊張する舞台ではね、やっぱり相手が横綱ミスをしてもそれを張るのは難しいですね。まあまあそうですね、身に染みてわかります。まあそんなことか、コロボロはただの天才ただの正解かもしれないです。はい、マインドリーダーさあこれはさあ眠られる前に上島で、おっと、あーなるほど、リフでダウンして外出るときに回避が出てしまったですね。はい、これはベストオブ3だったようです。ベストオブ3でしたね、はい、勝者はコルボルフォックス。